静岡県舞台芸術センター王女メデイヤの作品の中で、王女メデイヤの動く方ムーバーを演じておりますミカリと申します。メデイヤ様、お嘆きをごもっとも。お芝居を演劇を始めましたのはハイスクール の2年生の時に、かつてもうお亡くなりになりましたが、寺山修司さんという偉大な劇作家演出家の方がいらっしゃいまして、その方の舞台でデビューをさせていただきまして、それからさまざまな舞台に出させていただいています。ギリシャ悲劇 の女性を演じる場合に特になんですけれども、悲しみと強さ、その部分をこの自分の体の中に溜め込んでいくという作業が準備、それから特徴かなと思っています。宮城聡と申します。僕は今静岡県舞台芸術センター、静岡パフォーミングアーツセンターの芸術総監督、ジェネラルアーティスティックダイレクターをしています。もともと演出家で、自分のプライベートカンパニーをやっていましたけれども、2007年から鈴木忠さんの後を継いで今の芸術総監督をしています。はい、僕が演劇に興味を持ったのは多分もう小学校というのは、つまり、11歳とかそれぐらいからだと思います。人前で何か演じてみることが好きだったのもうそのくらいからずっとそうですね。で、高校時代には学校のサークルでクラブ活動というので演劇部をやっていました。でもですね、まさかそのプロフェッショナルになるとは思ってなかったんですね。ずっとアーティストと芸術家というのは、特別な才能を持った選ばれた人がなるものだと思っていたので、僕はその演劇愛好家、アマチュアとして演劇が好きで、見て、場合によっては研究したりするぐらい、それぐらい近づけるかもしれないけど、まさか自分が作る人になるとは思っていなかったんです。で、そういう、例えば小説家になるのかなとか、そういうふうに思っていたその友人たちは意外に普通のサラリーマンになってしまったり、大学の研究者になったり、アーティストになった人はあんまりいなかったんですね。で、そうやって僕も何にしようか、自分のこの先何で生活していこうかとか思ってるうちに、こう周囲を見ていると、僕がすげえ才能の持ち主とか思って恐れるというのは敬意を持ってですね、そういう人たちがみんな普通に就職していくんですよね。で、こんなにこうライバルがどんどん減っていくとですね、これはもしかしたら僕にチャンスがあるのかもしれない。本当にアーティストになろうって決意する人は少ないのかもしれないと思って、もう20代の終わり頃にこれだけその候補者がいなくなっちゃったんだから、
僕もちょっと決意さえすればね、もしかしたら芸術家になれるのかなと。もう20代の終わり頃ですね、アーティストとして、作る人として演劇をやろうと決めたの。僕は明らかな影響を受けているのは、やはり日本の60年代末に始まった、アンダーグラウンド、あるいは小劇場という言い方もしますが、そのアンダーグラウンド演劇のムーブメントに非常に強く影響を受けています。それはどういうムーブメントかというと、その60年代の半ばまでの日本の現代演劇というのは、テキスト至上主義、テキストをいかに観客に伝えるか。ところが60年代の末に、後半にですね、鈴木忠さん、唐十郎さん、寺山修司さんという、あるいは佐藤誠さんといった方たちが登場します。で、この人たちはさらに少しその先輩にあたる土方辰巳さんの影響も濃いんですけれども、肉体の復権ということを皆さん、そのアングラムーブメントの方々は肉体の復権ということをとても重視したんですね。俳優っていうのはテキストを観客に伝えるための道具なんじゃない、その俳優の体こそが観客に見せるべきものなんだという考え方です。やはりその60年代の、身体の復権、肉体の復権ということを言い始めた鈴木忠さんや唐十郎さんや、寺山さんや、そういう人たちの影響を非常に強く受けました。ギリシャ悲劇をこういくつか読んでいるとですね、メディアが僕にとってとても奇妙な作品に思えたんですね。その奇妙さというのは、そのエウリピデスがあまりにも女性のことを悪く言っている。なんでこんなにまで女の悪口を言わなくちゃいけないんだろう。これとても奇妙な感じがしたんです。ビジュアル的にですね、とても美しく日本的な構成になっております。またそこをお楽しみいただきたいのと、普通のお芝居と違いまして、一つの役を語る俳優、スピーカーと動くムーバーという、一つの役を二人で演じております。また生演奏があります。女性、女優たちが演目の中で常に音楽を奏でております。で、とても日本的な、これが日本なのかなっていうふうにご覧になるかとも思うんですが、この物語の中にあるものはとても普遍的なものですし、ご自身の心の中を照らしながら、ぜひ楽しんでご覧になっていただきたいと思っております。お待ちしております。どうぞ続けなさいませ。いずれ